J1 リーグ第14節エコパスタジアムのジュビロ磐田、ヴィッセル神戸の一戦です。いきなり2分にゲームが動きます。ちょっと相手のパス交換のミスを狙っていた三田、カミンスキーに倒されて PK 獲得。まあここの状況でオフサイドではありますけどね、それでプレーをやめなかった三田選手と少し見てしまった次の選手と、これ隙が生まれましたね。蹴るのはビジャ、落ち着いてカミンスキーの逆を取ります。どこで見てるのか分かりませんけども、完全に、カミンスキーの読みを外しましたね。これが名波監督曰くちょっと重くのしかかってしまったというジュビロ、なかなかうまくいきませんでした。その中でロドリゲスからアダイウトン、このシーンからジュビロの流れが変わったと思います。ロドリゲスからアデウト、このシュートの流れも確かに素晴らしかったですけど、その前の作りのところからジュビロのことで今シーズンをうまく出したと思いますね。0対1で折り返します。後半、西からスペース、三田が走ります。スペースを狙って逆サイドにビジャー、数は少なかったんですけど、この裏をついて、そしてディフェンスラインとキーパーの間のボールというのはヴィッセルが非常に多く作れてましたね。後半の22分、ここはロドリゲス粘ってコースを狙います。これもディフェンスラインの前の辺りですよね、ボランチの周り、ヴィッセルからするとですけどね、その辺りをうまくジュビロが後半は使いましたよね。そしてこれがアディショナルタイム、大久保が粘り戻したところに、これ最後ハンドで退場。これ大久保詰めていったんですが、荒木が絡んで最後はもうダンクレは覚悟のレッドカードで、これをロドリゲスが蹴ります。一旦はブロックされましたが流し込んで同点。はじかれた後は冷静でしたね。あとはここ詰めてた中山も含めてセカンドボールまでの意識が非常に高かったですね、ジュビロの方が。